3連休最終日本道路交通情報センターによりますと午後5時現在、いずれも上りで中央道小仏トンネルを先頭に27キロ、東名高速大和トンネルを先頭に26キロ、関越道花園インターチェンジを先頭に24キロ、中国道宝塚西トンネルを先頭に20キロの渋滞となっています。 各地の高速道路ではこの後もしばらく混雑が続くと見られ午後7時ごろには東名高速の大和トンネル付近で40キロ中央道の小仏トンネル付近で30キロの渋滞が予想されています。